します。はい。これ窓は閉めですか。ありがとうございます。ねえ、もう嘘です。出ると嬉しいなとは、はい、実際立花さんは乗り込まずにお二人が乗り込んでちょっと後ろ立花さんが回ったところでカットをかけます。はい、はい、はい、この車はされたことはないですよね。なんかこのような形のはあります。わかりました。ちょっとハンドル握ってもらっていいですか。はい、そんな感じです。はい、ここから出るときだけバックしていただいて、はい、あのマイクロの方にこう左にぐるーっと回ってもらって、であの止めてついて、こう出ればいいですか。そうですね、こっちバックして左からぐるーっと。ああ、わかりました、はい。移住してくる人が多くて、東京とかから。で、あそこの色変わってるあるじゃないですか、ちょっと芝生の。はい。ああ、はい、はい。あそこのより奥入れない。あ、わかりました。手前で、はい、そこがまあ手紙読む場所っていう認識で止まっていただければ。わかりました。はい。行きます。よーい。スタート。運転ありがとう。いえ。ねえ、最高のドライバー。話したいです。なんか何回か話したのドキドキする多分移動した先で手紙読むよりこの方がいいです、ね、いや、もっと、はい、やりました。やります。本番もういきます。よーい、スタート。じゃあ読ませていただきます。あき先生、さなえ先生へ。お久しぶりです。元気でしたか。僕がお二人に初めて会ったのは小学3年生か4年生くらいの頃だったと思います。お二人の明るいエネルギーのおかげでダンスが大好きになり、音楽も自然と大好きになり、たくさんの影響をいただきました。秋先生はダンス終わりだったかな、焼肉に連れてってくれて、ダンスのビデオをお借りしたのを今でも覚えています。未だに実家にあるんですが、まだ返さなくてもいいですよね。早苗先生は初めてダンスを2人で完成させる振り付けをやることになり、小学生ながらにドギマギしてた記憶がすっごい残ってます。そんな僕も28になり、お酒が飲めるようになり、もう30手前です。どうしましょう。北海道はちょこちょこ帰ってるので、もしタイミングが合えば乾杯でもさせてください。
僕の人生に、多大なる影響を与えてくださったお二人に出会ってくれてありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。熱い、熱いメッセージグッときたわ照れますね。いやーすごいね、こんな経験ないよね、なかなかグッとくるねグッとくるわ思い出すねはい、じゃあ木則さんと早苗さん撮影終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またすぐ連絡しますね。はい、これもぜひ、はい、行きましょう。グッときたな行きます。3、2、1、もう一枚いきます。3、2、1、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。これって もらっていいのかな。お渡ししてないです。あ、すいません、失礼しました。いいよ、すいません。マジで字汚いですけどすごい宝物ですね。宝物は一生です。嬉しい。ありがとうございました。それこそ本当にこの後もね、撮影あると思うけど、はい、頑張ってね。頑張ります。ありがとうございます。ずっと応援してます。ありがとうございます。やっぱりすごいちっちゃい遠いの印象が強かったので、今回久しぶりに会ってもうすっかり大人になって、なんかいろんな話をしているうちになんか感慨深い思いがこう込み上げてきて、何度もこうグッときながら、最後の手紙ではもうちょっと本当に泣きそうなぐらい感動しました。今回は素敵な企画に、お声掛けいただいてありがとうございました。こんな風に再会できる時が来て本当に幸せです。ずっとずっと応援しています。ありがとうございました。どうもありがとう。ありがとうございます。またありがとうございました。頑張ってね。またあんま変わんなかったっすね。あ、うん、でも当時会ってた時僕より若い頃とかだったので、うんうん、お二人が、はい、そう考えるとなんか全然すごいっすけどね。なんかずっと俺の中にある大人っていう像があの二人かもしれないですね、うん、すごい大人。あ、そうなんですね、うんうん、B メロからか。 B から C 全部B から、ん ?C 全部 C 切りますか、ね、サビ入るって一回カットですもんね。そうです、はい、はい、終わりました。はい、ちょっと選ぶ謎によって変わるから。あ、危ない、すいません。言っときます。アテナ書いていただいて、ちょっとこう最初はまあスラスラと書いてもらって、途中ちょっと考える動き演技してもらって、また書き出すっていうのをちょっと一連でやらせていただければ。最初に宛名書いて、その下に先にシートベルトはしといてほしい。止まってても、はい、部屋の中で書いてるシーン、はいはいはい、あ、そうだ、だから読んでるのと同じになっていた。あ、わかりました、はい、なんでそれでつながりで、はい、これ書き直した後が完成で読んだっていうあれなんで。あ、なるほど。じゃああそこで書いてるのは下書きっていうことですね。そうですね、そうですね。なんで元気ですかまで行って、一回悩んでいただいて続きを書いていただいて、わかりました。一回同じスタート。じゃあ以上をもちまして立花さん撮影終了となります。ありがとうございました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 。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。無事天気に恵まれ今回の撮影は終わることができました。お、すごい、もう白い木で始めてます。北海道は寒いですね。でもこの後は美味しいもの食べて帰ろうかなと思います。そしてあの車マジでちょっと
気に入っちゃいました。もう後半の方ずっと車の装置見てました。かっこいいですね。そうですね、ウィーンってなんかすごい発進が気持ちいい感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。もう落ちるんではないですけど落ちてるよ。そこはまたシーバーで指示しながら、はい、はい、やらせていただきます。はい、皆さん撮ってください。じゃあ失礼します。ナチュラル、はい、え、もうちょっと見て。その後ろにあのカメラか、いわゆるバンの後ろのカメラか、はい、それで基本貴様さんの顔を狙っていくのか、基本この車とあとカメ車が前に来ました。大丈夫です。車に乗り込むっていうシーンがあるんですけど、もう乗り込んで手紙を送るっていう手紙の色をいただきたいので、はい、行きます。よーい、スタート。はい、カット。よーい、スタート。はい、カット。カット。はい、カット。オッケー。はい、オッケー。オッケー。はい、ありがとうございます。いかがでしょう。まずちょっと丸で踏む。あ、キャノさん、ありがとうございます。はい、現場 OK なんで確認お願いします。はい、じゃあちょっと木田さん、ご紹介で、はい、監督のアビルさんです。土屋と申します、よろしくお願いします、ね、ちょっとなんか新鮮な感じです、ね、すいません、監督取れた時におっと反応しちゃったよ。ダメ出しがやっぱり進めてまいれば。この辺りでこうちょっとでやり取りがある、はい、はい、動きがあって、ワンクッションここにまで行く、はい、絡みが欲しい。なるほど、ありがとうございます。いやー無理またしちゃった。いやいや、全然いいです、全然いいです。緊張します、ね、緊張しちゃう。意外と5ヶ月ぶりだし、5ヶ月前だし、スタジオ毎週か。東方、我々の東方スタジオです。日常から連れ出してくれる。ありがとうございます、ありがとうございます。今なかった。大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。したら次ちょっと同じような、OK 嬉しいね、OK 嬉しいです。同じような動きにはなるんですけど、はい、こうちょっと手前ぐらいから合流して、はいはい、まあ、お久しぶりですっていうのがあって、うんうんうん、まあ、今日ちょっと緊張しますね、はいはいはい、まあ、今あってやっぱ、はいはい、久しぶり、久しぶりです。お待たせしました。恥ずかしい、恥ずかしいし恥ずかしいし、東方だし、東方だし、知り合いいますよ。全然すれ違いましたね。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。こんなとこ見られた。ね、月川さんが一番恥ずかしいですよ。恥ずかしい。何やってますか。見てますか。はい。乗ってください。あ、ありがとう。まさか匠君の助手席に乗らせてもらえてるとか。日本のサメシャについてる。はい、ここに入ります。ちょっとやってみます。はい、わかりました。なんで、はい、見ていただいたときに、はい、動線が割と、はい、いきます、よーい、はい、スタート。迷わずです、はい、だいぶ遠いところまで、うんうん、ありがとうございます。
結構ムズムズしますよ、現場にこの監督以外の立ち位置。いやいや、もう本当に。ざっす。自分を切って。そうっすよね。こういう気持ちになるのかな、どうしても。自分自身のなんか感情に合わせてやっていただければ。はい、自然と出るものはそのまま出していただいて。わかりました、はい、内容も知らないので。そうです、ね、初見でそのまま、はい、リアルに、はい、はい、じゃあ回してください。わかりました。本番いきます。よーい、スタート。いや、あの手紙を書いてきたんで、はい、読ませていただくんですけど、なんか変な感じ。照れくさいけどね。手紙といえば月川さんだったよな、うん、俺の中では、うん、ちょっと読ませていただきます。はい。月川翔さん、初めて手紙を僕が月川さんからもらったのは、初主演した映画の時でした。すごく今でも残っている言葉が、僕の人生も北村匠海の人生も変わる作品になると思うでした。人生が変わりました。あの作品がなければ今の自分はありえないですし、もっと言えば中学1年生の時、初めて月川監督と仕事をしたあの瞬間に僕の人生は変わっていたのかもしれないとすら思います。そして今は一緒に日本だけではなく世界に向けて作品を作っています。月川さんのチャレンジと北村匠海のチャレンジが再び重なった気がして、そしてチャレンジもどんどん大きくなっている気がして、また人生が一つ変わる気がして嬉しかったです。月川組の素晴らしいところとして、尊重する心が組を包んでいるところがあると思っています。そんな現場でまたチャレンジさせてほしいです。役者として監督を支える一人のスタッフとして、仲間として、また僕と出会ってください。そしてその時は任せてくださいと口癖のように言わせてください。あー嬉しいな。ありがとう。あ、お返しということで。あ、大事なものを受け取った。なんか自分もやってきた作品全部チャレンジだったなと思って、うん、月川さんとやる、まあ、主演の時もそうでしたし、うん、まあ、思い返せば最初の MV の時も、なんか、なんだろう、あの立ち位置で作品に関わるって意外とあの時初めてで、中学生の時に自分中心で映画進んでいくっていうのを中学生の時あれ初めて経験して、でもなんかオーディションの時に、あ、この作品やる気がするって思ったんですよ、あの時。なんかこの後も自分がちゃんとこう人生でステップアップしていくぞと思うときに、多分近くにちゃんと匠くんがいるなというのをなんかまた感じました。ありがとうございます。ありがとう。お願いします。もうこれからもなんかタックと言える人は月川翔しかいないと自分は感じてます。月川監督、撮影以上となります。あ、すいません、お世話になりました。お世話になりました。お世話になりました。いやー、どうも呼んでくれてありがとうございます。いただいていきます。ありがとう。宝物が増えた。監督どうでした？いや、新鮮、新鮮でした。いつも撮る側なので撮られる側だと、やっぱ照れちゃいますね、なんかね。
普段通りに行って超むずいね。むずいっす。自然とっていうのが。いやいやいや、おはようございます。ありがとうございます。お返しなんで、昔もらってるしな、みたいな。なんか、寄ってくよ。うん、ちゃんとお返しできたなって感じはあったんで。しかもなんか、あんまり思いを伝えきるっていう感覚はなくて、月川さんと僕のその、僕は中学1年生の時からのなんかこう、地続きの点がまた打てた感じはあったかなって思います。はい、じゃあ映像の撮影は終了になりますので、最後オンリーだけいただきますね。すいません。なんかあの月川さんが来ることで俺じゃなくてスタッフの皆さんが緊張するっていう不思議な環境だったんですね。なんかでもすごい貴重な体験でした。こうあのプライベートだったりとか撮影の裏じゃなくてその撮影の表で月川さんと膝を突き合わすっていうのはなんか本当新鮮な気持ちでしたし、普通になんか月川さんとお芝居するってなんか面白かったですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。手前の緊張感みたいなカットをこっちのカメラで横腕狙いたくて、はい、それまたちょっとシーバーで言うのでそのタイミングだけちょっと暗めにしていただくと。はい、正面にあって、今からちょっと音楽流す部分とかちょっと監督から説明させていただくので、はい、タッポは大丈夫です。いらない。はい。はい。はい、じゃ準備でき次第早速ちょっと撮影させていただきたいと思います。はい。でやめてまた元気に引き出すっていうのがワンセットで2回戦。ああ了解です。元気に引き出す、元気に引き出すのは別に音楽とかかかんない。ああ了解です。はい、なんかそのアクション的に分かりました。はい、ギター外しましょう。で少し街の方で、はい、じゃあマイクに乗ってギターをもう一度出す。いただきました。終わっちゃったな。
つって。よーい、スタート。はい、カット。カット。カット。いきます。よーい、スタート。弟へ。こうして手紙を書くのは初めてかもね。なんか照れくさいな。どうしてこの企画に弟を選んだかというとね、いいお兄ちゃんじゃなくてごめんねって謝りたかったんだ。いっぱい意地悪したし、いっぱい泣かせたし、いっぱい迷惑かけた。小さい頃はずっと俺についてきて、何をやるのも一緒。お兄ちゃんとしてそれはすごく嬉しかったよ。でも、だからこそ調子に乗って意地悪とかちょっかいとかやりすぎちゃいました。いつからか喋る機会も減って、俺がこういう仕事をしてるのも好きじゃないって言われたこともあったね。そこでようやく自分がいいお兄ちゃんじゃなかったって気づきました。お互い年も重ねて、最近は少しずつまた喋るようになり、思ってることとかも言ってくれるようになったね。俺はいつでも味方だよ。ずっと見守ってるし、応援してる。頼りないお兄ちゃんだけど、頼ってくれたら嬉しいです。そして昔みたいに、お兄ちゃんって呼んでくれたらなと思います。今度、約束通りご飯行こうな。矢部正樹。手紙って緊張しますね。そうですね、はい、ちょっとなかなか家族に手紙なんてないですからね。すごい企画だわこれ。おはようございます。おはようございます。お願いします。昨日書いていただいたお手紙を持って、会いに行って お二人が合流して一緒にドライブして目的地に着いて手紙を読み上げるっていうのを一個ずつ押さえていくっていう感じで、最初、向こうを見て聞いて僕の用意スタートで気づいちゃって大丈夫です、はい、なんか割と自然に来たなと思ったら、そうですね、足音がこう来てるなっていうので気づいて、で泉さんは運転席側に歩き出しました。あ、OK、そうです、はい、俺今日全く一緒で、はい、スタート。あのカメラが横で並走するので、楽しそうに前向いて運転してる、はい、横を狙いたいっていう、はい、ちょっと開けっぱなしですね。あー、これは常に開けっぱなし、まだ開けっぱなし、はい、はい、じゃあ、パネルのちょっと取ってよう、お話ししていただいて、まあ、向き合った状況にしていただいて、はい、スタートで正面を見て実際に走り出していただく、はい、すぐ出てけるようにその辺で、であの車に出てってすみません、閉めちゃいます。ありがとうございます。お願いします。2人がちょっと向き合って、まあ、笑って前を見るっていう、うんうん、
ていうカットが欲しい。はい、参りました。よーい、スタート。椅子の高さ。マイクのボール。あと。あと。こうねじれたりする。叩くときにさ、ハイハット側にこうねじれたりする。あ、でもしてるとかもさ、ハーフの時にこういう動きとかするから。首もあるっす。首？首めっちゃあるから。首は本当に。首振るって何？こうなって、こういう振りじゃなくて、もうヘドバンです。それこれをするからでしょ。多分そうです。普通にやっとけばなんないと思う。多分なんない。あまりにも頭振る。なるかもしれない。大地もあれだもん。スイッチ入ったら行きっぱなしの人だもん。そうですね。それが止めてください。だめだ。物質を取る手紙の寄りの方が必要だったりする。寄りが必要です。寄り手が。え、読む？読ます。読むの？マジか。それはそうっすよ。マジか。それがメインイベントですから。俺、泣くぞ。メインイベントですからね、それが。いや、だいぶ汚いですよ。ちゃんと万年筆で書いたんで。あ、そうだね。やば。全然慣れない。え、その何？書くシーンとかに撮ってます。書くシーン撮りましたね。じゃあ本番いきます。カメラ回してください。回りました。スタート。小枝さん、お久しぶりです。なかなか会う機会がなくなってしまっていた中、こういう形で再会できて嬉しいです。小枝さんとの出会いは以前中学3年の時に組んだバンドがあり、その時にドラムの先生として会ったのが最初でした。バンドのことなんて一つもわからない自分に一からいろいろなことを教えてもらった記憶があります。僕は2017年にディッシュに加入しました。正直かなりプレッシャーを感じていました。作り上がっているディッシュに途中から加入するという不安がありました。けど桑地さんはそんな僕に対してしっかりとドラマーとして力強いバトンを渡してくれました。今自分がディッシュのドラマーとして確立できているのも一緒に作り上げてくれた桑地さんがいたからだと思います。10代のうちに桑地さんと出会えてドラムと向き合えた時間は自分の財産になっています。改めて感謝の気持ちをお伝えさせてください。桑地さんは今はあまりドラムを叩いていないかもしれないですが、僕の中で一番尊敬するドラマーです。また違う形で一緒に音楽ができたら最高です。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。泉大地。はい、あなたの手紙を一回チェックします。はい、読んでてグッと来そうになりました。自分が自分と違ったって、途中あの瞬間俺ちょっと冷めたわ。女子か。いや、やっぱパーダショニスと違うんだ。ガサついてるよね。
どうでした今日お手紙、最高でしたよ楽しすぎる一日でした。ありがとうございました。お手紙感動しました。感動しましたまさかこんなあの機会で会えるのは本当に嬉しかったですね。読むのまでは知らなかった。知らなかったです。お手紙を書いてあの来てくれるって家で見るんだろうなって思って、まさか本人が呼んでくれると思って。ありがとうございます。いや楽しかったですね。なんか感慨深いです。師匠とセッションできるなんて。でもこんながっつりセッションしたの初めてかもしれない。ぶち上がりましたね。いや手紙もなんか照れくさかったですね。改めて感謝の気持ち伝えるみたいな。いやでもこういう機会だからこそ伝えられたんでよかったです。ありがとうございます。キービジュアルから撮影していきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。ここなんですけど、ちょっと車にもたれかかって、足先ちょっとだけクロスするような形で、はい、であのこっちの海の方、はい、ちょっとあの目線とかポーズちょっと一旦入っていただいて調整するかもしれないんですけど、一度こちらで止められてください。はい、お願いします。丸丸だけはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いけちゃん。はい。走りながらでも大丈夫そうですか。はい、そうですね。じゃあ一回やっていただく感じで、はい、しましょうか。お願いします。
閉めます。高さだしね、高い建物多いからもうちょい横になってきたらだいぶ暗い、ね、大丈夫かなーって。どっか、ありがとうございます久しぶりだったんで、なんかそれも楽しかったですし、朝から夜までいろんなとこ行って撮影して、でまあ明日は明日で僕は弟に会うので、楽しみと恥ずかしさと、どういうこう MV とかになるんだろうなっていう、なんかドキドキワクワクって感じです。ありがとうございます。明日お願いします。明日もお願いします。よーい、スタート。
で終了になります。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、久しぶりにこう長く撮影させていただいて、完成がすごく楽しみです。ありがとうございます。